俺の名前はアキラ、高校1年生。見た目の通り残念な陰キャだ。カラオケ行く人、この指どうまで。みんな元気だな。俺は1日の授業をこなすだけで精一杯だよ。アキラくんもどうよ。一匹狼もかっこいいけど、みんなと一緒にカラオケってのも粋なもんじゃない？やめとけよミラン、こいつ誘っても絶対来ないから。金のかかる遊びは NG なんだと。え、そうなの？ごめん、せっかく誘ってくれたのに悪いんだけど、今月お財布厳しくて。そっか、残念。じゃあまた今度ね。ただですら陰キャなのに、金を理由に数少ない機会すら逃している俺、我ながらダメすぎる。クラスメートたちはすでに俺のことを諦めていた。唯一ミランさんだけが例外みたいだけど、彼女も時間の問題だろう。どうしてこうなってしまったのだと嘆きたくなるが、自分が悪いんだから仕方ない。そして家に帰ると厳しい現実が待っているのだ。俺は高校生のくせに一人暮らしをしている。家の特殊な事情のせいだ。住んでいるのは4畳半一間のボロアパート。生活費は自腹。週4でコンビニバイトをして稼いでいるけれど、生活はいつもギリギリで。ついに食費が尽きてしまった。お米もこれでラスト。臨時でバイト入れるか。うむ、日雇いパン工場即日払い。土曜の朝から8時間で1万円。これにしよう。土曜日バイト先に行くと見覚えのあるギャルがいた。あれ、ミランさん？ん？その声はアキラくん？いやー、奇遇だね。まさかバイト先で会うとは思わなかったよ。そうだね。ほら、無駄話しないで持ち場について。8時間後。うー、きつかった。アキラくん、この後暇？暇だよね。うん。よし、話がある。近くの公園へ行こう。え？アキラくん、バイト先で私に会ったこと、クラスのみんなには内緒にしてて。別にいいけど、なんで？実は、私のうち母子家庭で、めっちゃ貧乏でさ。しかも、亡くなったパパが残した借金があって、それを返すのが大変で。だけど私、貧乏だからって人生を諦めるのは嫌なんだ。だからいっぱいバイトして、家に生活費入れて、残ったお金で遊んでるの。すごい。高校生なのに、しっかりしてるんだな。ただ、私が必死にバイトして遊ぶお金を作ってるって分かったら、みんな私を遊びに誘いづらいじゃん？そういう気の使われ方って、あんまされたくないんだよね。わかる気がするよ。でしょ？だからみんなにはバイトのこと、内緒にしてて。もちろん、ただでとは言わない。今日の夕飯おごってあげるから。夕飯をおごってくれる？わかる、わかるよ。おごり、この耽美な響き。世界一美しい言葉だよね。今月厳しいんでしょ？だったら夕飯で手打ちって感じでどうかな？ごちそうになります。え、ミランさんの家で食べるの？なーに？フランス料理のフルコースでも食べられると思った？残念。そんなお金は1円もない。でもでも、心配しないでね。私、料理超うまいから。俺はしばし、料理ができるのを待った。暇だったので、弟のたけし君と遊んでいた。アキラ怪獣、くらえ！うわぁ、逃げろ！はいはい。二人ともご飯ですよ。わーい、お腹すいた。いただきます。うわ、すごく美味しいよ。よかった。お姉ちゃんのご飯は世界一美味しいんだ。食べられるのを感謝するんだぞ、アキラ。こーら、遊んでもらったくせに偉そうにしない。はーい。いいよいいよ、美味しいのは本当だし。アキラくんって優しいんだね。その日以来、俺はミランさんとちょくちょくつるむようになった。割のいいバイトの情報を交換したり、たけし君の遊び相手として家に呼ばれたり。たけし君と遊んだ日はそのまま夕飯を食べさせてもらえたので非常にありがたかった。ミランさんとミランさんのお母さんが仕事で出てしまった日にたけし君をうちで預かったこともある。
たけし、お迎えに来たよ。アキラ怪獣、行け！ガオー！たけし、遊んでもらえてよかったね。さ、帰ろうか。お姉ちゃん、アキラくんもうちおいでよ。ご飯作ってあげるから。ゴチになります。さて、今日の夕飯は何でしょうか。カレーライス。いや、この前ごちそうになった時カレーだったから、今日は肉じゃがかな。ブブー、二人とも外れ。正解はね。そんなある日の夜、お腹すいた。こんな夜はなぜ俺はあんな家に生まれてしまったんだと悲しくなるな。ミランさん、こんばんは。元気？まあそこそこ。とりあえず中入る？うん、お邪魔します。ごめんね、こんな時間に。実は二人きりで話したいことがあって。改まってどうしたの？いつもありがとね。バイトの情報を教えてくれたり、たけしの面倒を見てくれたり。たけしもすっかり懐いてるし。俺も感謝してるよ。いつもご馳走してもらって助かってる。どういたしまして。でね、お礼の気持ちなんだけどさ、ちょっとあげたいものがあって。目つぶってくれない？え、うん。ん？いやー、初めてだった。私も初めてだったから許して、お願い。え、あ、でも、なんで？お礼だよ、お礼。超美人ギャルのミランちゃんとファーストキスって結構なステータスじゃん。だから許して、この通り。お礼って言いながら許してって言ったり、尻滅裂だけど、どうしたんだろう。いや、別に大丈夫だけどさ、ありがとう。さすがアキラくん、器の広い男。じゃあ私帰るわ。ごめんね、アキラくん。でも初めてはやっぱり好きな人としたかったから。バイバイ。次の日、ミランさんは学校に来なかった。たけしくん、アキラ、お姉ちゃんを助けて。お姉ちゃん、悪いおじさんと結婚するって。パパがお金借りて返してないせいで、その代わりにお姉ちゃんを連れて行くって。昨日様子が変だったのはこのせいだったのか。お願いだよ、アキラ。俺は、ママとタケシへ。私、あのおじさんと結婚します。ママは反対してくれたけど、借金を帳消しにしてもらえるならそっちの方がいいに決まってるよ。今日からおじさんの家に行きます。ママがいない間に家を出るのをお許しください。大好きです、ママ。大好きです、たけし。ミラン、ねえおじさん、パパの借金はなしにしてくれるんだよね？ああ、もちろん。金を貸したのはこの俺だ。俺が返さなくていいと言えば大丈夫なのさ。約束して、ママとたけしの前には二度と現れないって。約束するぜ。さあこっちに来い。こうするのが一番いいんだ。だって1000万円の借金なんて返せるわけない。ママとたけしがずっと苦労するなんてかわいそう。だったら私がこの人と結婚するのが一番いいんだ。なんだ？彼女に指一本触れるな。ああ、なんだてめえ。ミランさんから離れろ。生意気な野郎だ。おい、懲らしめてやれ。えい。うおあ、てめえ、何者だ。悪人に名乗るような名前はない。それより、借金だったか。いくら必要なんだ？1000万だ。ほら、持っていけ。これでチャラだ。な、足りないのか？それとも、痛い目に遭いたいか？護身のために、格闘技はそれなりに収めているぞ。うん、おい、行くぞ！その、ありがとうございます。
お礼ならこの子に言ってくれ。え？お姉ちゃん！たけし？彼が教えてくれなかったら俺はミランさんの窮状に気づけなかった。借金の取り立てに苦しんでて、家族を借金取りから救うために自分が犠牲になろうとしているなんて、そんなのは俺が認めない。なんで？あなた一体誰なの？わからない？まあ仕方ないよね。アキラだよ。アキラ？あの貧乏なアキラくん？ごめん、ずっと黙ってたんだけど、俺家は別に貧乏じゃないんだ。むしろかなりお金持ちで、俺の家の特殊な事情、それは極端に金持ちだということだ。お金持ちの暮らしってさ、変なんだよ。あんな環境で育ったら俺はダメになってしまうんじゃないかと思って、高校から一人で頑張ってるんだ。仕送りとかないの？そんなの頼んだら意味ないよ。自分の力だけで頑張らなきゃ。じゃああのお金は？まさか借金してきたとか？心配しないで、あれは俺が経営してる会社の役員報酬から出したから。返そうとか思わなくていいからね。あの親父多分闇金だ。顧問弁護士を使って取り締まればきちんと回収できるはず。ちょっとわからないんだけど、お金はあるのに食費切り詰めて暮らしてるの？今やってる会社はさ、結局俺の力で作ったわけじゃないんだよ。もちろん自分で起業したし経営もしてるけど、親が金持ちだったからチャンスを得られたってだけ。あんなのノーカウントだよ。バイトとかしながら頑張らないと普通の感覚は養えない。いや、アキラくんの生活は普通じゃなくて貧乏って言うんだよ。なんかずれてるな。まあでもアキラくんらしいか。ねえミランさん、こんな俺だけどまた仲良くしてくれる？もちろん、お金とかそういうのは関係ないよ。当然だよ。お姉ちゃん、アキラのお嫁さんになりたいっていつも言ってるもんね。え？は？言ってないから。全然。あ、お姉ちゃん真っ赤だ。照れてる。おうおう、言ってないから、言ってないからね。本当だから。うん、分かってるよ。と言いつつ、俺たちは将来結婚することになるのだが、まあそれはいつか機会があればお話しする感じで。漫画エンジェル猫岡、チャンネル登録よろしくお願いします。